はい、こんばんは、劇団スカッシュです。今日はですね、この間作った、マクベ大佐のギャンに、例によってこの艶消しのトップコートを吹いていくんですけど、はい。このマクベさんのギャンが、顔がどうも細いんですよ。昔のプラモデルの時は、もうちょっとボテッとした感じで、昔のこのね、そう、アニメ見てる人はわかると思うんですけど、ボテッとした感じの方が、やっぱみんな好きだったんですよ。どうもあんまり評判が良くない、どうにもこのちょっとね、頭があんまりよろしくないので、ちょっと今日は頭を試しにね、すげ替えてみようと思います。はい、事務所にちょうどこのマーク6の頭、これ多分なんかコンビニかなんかでもらったやつだなと思うんですけど、でこれはすっとあの首をねちょんぎってあげて、カッターでこれは簡単に切れました。このマーク6の首の裏にですね、ぐるぐるっと穴を開けて、はい、ギャンの首もこういう風に、あ、はい、ギャンの首も、はい、こういう風にね、取ってみて、はい、このマーク6の首に、こういう感じになります。まあ悪くはないんですけど、良くもないっていう感じですね。まあなので今日はこの、ギャン、マーク6ということで、トップコート、拭いていこうと思います。トップコート、艶消し、例によってこれを、スッと。一応首もね、はい、出来上がりました。こちらです。ちょっとね、ほらマットに仕上がったギャンマーク6、意外にいいんじゃないですか。元々の頭は、元々そっちの股間っぽくていいよ。いやいや、股間っぽくってどういうこと。やっぱりね、こっちの方がね、しっかり、まあそれはそうだよね、まあ、エヴァンゲリオン自体が剣であんまり戦わないですからね、ナイフとか。今現在私たちはラブミーテンダリーの稽古中でして、まあ、動画も配信されるんですが、動画の配信に先駆けて舞台のチケットを買ってくれた方には、チケットサイトの方から当日の案内のメールがそのうち届くと思います。金曜日ぐらいかなと思ってますけども、当日そのこんなことあるよ、こんなことあるよ、こんなことあるよっていうメールが、皆さんの元には届くはずなので、それを待っていただけたらなというふうに思います。ね、ということでギャンも完成したので、次はついにね、念願のゲルググを作ろうと思ってるんですけど、年末年始の最中にゲルググを作るのかどうしようかなというふうに思ってます。2015年だろうね。はい、ということで、ギャンマーク6でした。じゃあねー。